こんにちは、タカラタクトです。さあ、本日は仮想通貨のね、動画を撮っていきます。ちょっと、プチまとめということで、いくつかね、重ねていくんですが、リップル社のね、Google、重役雇用と、コインチェックのね、動向を、プチまとめて、いきます。まあ、なんていうんですかね、僕は動画を撮り始めると、やっぱり多い時は20分とかね、長引いてしまうことがあるので、今日はなるべくサクサクっとね、取っていきたいなと思います。現在ですね、仮想通貨市場はね、狭いレンジの取引が続いていますね。そんなに、ボラティリティも、激しくなく、ね、横横の動きをしているんですけれども、ただし、ビットコインのね、取引高が上昇傾向にあるようですね。ですので、すぐにでも相場がね、大きく動く可能性もあります。上にも下にも行く可能性があります。そして材料もね、材料も時期も揃ってきたんですが、警戒感とね、このフットワークの軽さ、俊敏さを忘れずにね、年末に向けて準備をしていきたいなというところで、まあ、今回のね、動画も、もういい材料の方もまとめるんですけれども、まあ、ちょっとした裏情報とか、開発者、そしてプロの投資家の方の情報をちょっと小出しにしながらね、お届けしますのでね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いします。さあ、このニュース見た方もいらっしゃるかもしれませんね。リップル社が Google の重役を雇用したということで、こちらですね、リップル社がですね、Google のプロジェクトのマネージャー、アミル・サルハギ氏をね、雇用したことを明らかにしています。リップル社ではですね、プロダクト部門の部長を担うということです。現在ね、好調なリップル社のね、成長に拍車がかかることに、ね、期待しています。ちなみにこの、サルハニさんはですね、リップルの、ね、決済ネットワークであるリップルネットの開発に携わる、模様ですね。このリップルネットもどんどん発展させていく、思いがね、見えますね。ちなみにサルハニさん、Google の元でですね、ワイヤレスメッセージのね、システム、担当しているね、その幹部を務めていたということで、まあ、かなりね、なんていうんですかね、このインターネットシステム、特にこのワイヤレスメッセージングシステム、そういったものに強い、まあ、とにかくまあそれを総合的に強いんだと思うんですけれども、まあ、SMS、ショートメールサービスに代わる新しい、ね、サービスですとか、リッチコミュニケーションサービスですね、この開発で中心的な人物だったということですので、まあ、そこにね、リップル、ネットの方に、まあ、サルハンギさんのこう手腕、そして経験、そういったものを活かして、もっとスマートにね、取引できるような、ネットワークを構築されるのではないかということでね、僕は期待しています。今ね、リップル社はですね、例えばウォール街ですとか、シリコンバレー界隈からね、積極的に人材採用を進めているんですよ。まあ、今回はね、そのサルハンギさんが、注目されているんですけども、まあ、それ以外にもね、実はいろんな、もうヘッドハンティングっていうんでしょうか。そういったね、ことを進めていて、まあ、業績もね、リップル社は好調ですよね。どんどんね、開発を進めていって、突き抜けて欲しいところですね。まあ、あとはですね、まあ、裏情報といいますか、まあ、直近ではですね、IBM、IBM 社がですね、こう、ステラ関連企業の買収の話がね、出てきたりですとか、まあ、ステラといえばね、いわゆるリップルのライバル通貨と言われる、ね、立ち位置なんですけれどもね、まあ、その IBM って銀行系のね、システムを提供していたりとかね、そういったパソコン、今一般向けのパソコンは今販売してないですよね。そういった形で銀行系にね、パイプが強いということで、ステラを使っていく模様なのかという部分でね、結構開発者の間で、今、ざわついてるんですけれども、まあ、かといって、そのリップル社を脅かす存在なのかと言われると、まあそうでもないようですね。逆にどんどん競争して、ね、ブラッシュアップお互いにしていってもらいたいなっていう、思いです。はい。そして、マイクロソフトもね、GitHub を買収したりですとか、ね、マイクロソフトは仮想通貨ありえないっていう、ね、話をしつつもね、こう、資金提供したりですとかね、今回も GitHub 買収かなんか76億円とかそういう話もね、ちょっとちらほら聞いたんですけれども、すごいですよね。もうこれで仮想通貨はね、信じないなんて言わせないよっていう感じですけれどもね。あと Google もまたクリプト業界に向けてね、動き出すなど活発化のね、様相を呈していますので、ここはね、どんどんもうやってくれとね、世界的にやってくれっていう感じですね。はい。さ
さあ、ここも気になるところですね。マネックスグループ、決算説明の、ね、資料で仮想通貨に関して掲載、しているそうです。ちなみにこれはね、本日行われたやつですけれどもね、コインチェック社のね、買収を行ったマネックスグループが10月29日、11時40分ですね、もうすでに終わっているんですけれども、2019年3月期第2四半期決算説明を行った、ようですね。公開された説明資料のね、内容で、期待感が高まっている仮想通貨事業展開について触れていたようです。ちょっとね、こちらに概要、ちょっと書いていますので、読み上げていきますね。本日29日に仮想通貨の購入、売却における最小、最大注文数量ですとか、あとはね、利用者に対する誠実な対処方針に関する利用規約を大きく改定と。ちなみに先ほどね、僕アプリを、コインチェックのアプリをアップデートしたんですけどね、それが始まっていましたのでね、ぜひ時間ある方、コインチェックのアップデートを試してみてください。そして、グローバル、個人、新技術というね、3つの視点で金融を再構築するというね、説明画像も、ありまして、まあ、その中で仮想通貨にもね、関連すると思われる未来の金融という内容を加え、そして、仮想通貨交換業での地位確立に、触れています。実際にですね、まあ、このニュースの、サイトの方ですね、動画の下の方に貼り付けておきますので、ぜひ見てみてくださいね。はい。まあ、こういった形、ちょっと今画面軽く見せるんですけれども、まあ、実際にこういった形でね、資料が、出ていますので、これが一つ目の資料、これが二つ目の資料ですね。後で動画の下の方に URL を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。そしてね、具体的な仮想通貨事業ですとか、まあ気になるコインチェックの、ね、再開に関して、サービス再開に向け経営管理体制、内部管理体制及び内部監査体制を構築とね、記載されており、ですね、コインチェックの事業再開の動きがね、伺えるほか、クリプトアセット、仮想通貨を活用したサービスの創造を目指していることも明らかになったんですけれども、ただ資料内では明確な日程などのね、明言は、されていませんでした。まあ、しかし前向きに動き出してますよっていうね、この部分っていうのは非常に大きいかなと。最近コインチェックのね、ネットアップデートがね、こう、頻繁に繰り返されるようになって、まあ、それは、その、規約の改定とか、そういったものがあるわけなんですけれどもね、ちゃんとその、利用者のね、の保護ですとか、まあ、その金融庁に、もうすでにね、書類とか、まあ、必要な手続きなどは、こう、一定のものはこう出されているというふうにね、聞いていますから、まあ、そこに、もう動き出しているんだなというふうに僕は、感じております。それここはね、ぜひ期待していきたいなと思っています。さあ、それではまとめていきます。例年の流れから予測すると、一度暴落の後に上昇トレンドを移行する可能性が高いと考えられます。なぜ一旦暴落するのかというと、例えば、この動画を見ているあなたがですね、仮想通貨をこうコントロールできる存在であったとします。ものすごいクジラさんだとします。でも、そのクジラさんでも、ね、100億をちょっとね、10倍にしたいなっていう時に、やっぱ一番下の値段で買いたいですよね。で、それをちょっとコントロールして下げておいて、じゃあそこで大きく仕込んで、じゃあ、年末のね、誰もがこう、まあ、税金をね、まあ、利益を確定したい。そして、まあ、税金の対策など、いろいろとね、思惑が、重なって高騰する年末に向けてね、儲けを出したいと思いますよね。そういった意味で、やはりね、底値で仕込みたい大口さんっていうのがね、いらっしゃるわけなんですね。はい。そして日々、好材料はね、出てきてるんですけれども、メディアとかね、テレビとかでもいいです。ラジオ。ラジオは、どうですかね、メディア、テレビ、新聞ですね。あと、まあ、インターネットの情報ね、など、そういったものを含めた、あり方にね、ちょっと注目していきたいですね。もしかすると仮想通貨に関する記事っていうのがちらほら出てきたりとか、まあ、情報操作されているという意味でですね、それがいい情報なのか悪い情報なのかは、まあ、中身を見てみないとわからないんですけれども、そのあたりのね、情報も、逐一ちょっとね、気にしながら、チェックしてみてください。今後ね、上昇トレンドに移り始めるヒントがね、隠されている場合が、結構ありますからね。そして日本の仮想通貨業界も少しずつだが進展を見せていますね。コインチェックが金融庁から新たな
新規仮想通貨取引所ライセンスのね、交付を受けられるかがね、結構重要なんですけれども、10月23日に、ね、発表された改定の中では前向きな内容とに、ね、内容になっておりまして、まあ、ここは期待したいなというところですね。うん、コインチェックが復活して、まあ、多分匿名通貨、ネムなどの匿名通貨は排除されると思うんですけれども、それでもね、僕もコインチェックに思い入れがあるというよりはね、日本がやはり仮想通貨先進国ですから、まあ、それを牽引してきたのはコインチェックもね、の力もあったっていうのはまあ間違いないことですから、ぜひともね、日本の仮想通貨大国、しっかりとね、足踏み揃えてやっていってもらいたいなっていう思いが、あります。さあ、それでは仮想通貨投資におけるマインドを確立したい。そして仮想通貨の、ね、ための余剰資金を作りたい。そしてネットビジネスですとか投資で短期間で月収7桁を達成したい。本気で人生を変えたい。そういった方はですね、宝徳と LINE アット、アットマーク、小文字の XJQ、数字の9026、小文字の A、アットマークを入れて ID 検索をしてください。今、様々なね、相談など受けてるんですけれどもね、一人一人、時間があるときにちゃんとね、返信しておりますので、何でも聞いてください。あとは僕自身もね、今、こちらビジネスチャンネルですけれども、宝徳とのね、音楽チャンネルも、また活性化させ始めておりますので、音楽、そしてギターのね、音色が好きという方は、動画の下の方に宝徳とのね、音楽チャンネルの方も貼り付けておりますので、そちらの登録も、清きご登録、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。